やつを聞かしてもらったらめちゃめちゃ暑かったんでた、はい、あ,ありがとうございますちょっと熱くやってみました最長のタイトルゴールが出来上がったといういろんな先輩方来ていただいてこの回ってフリートークさせていただいてるんですけれども、うん、えっ、ー、とタイトルを言ってくださいという無茶ぶりをお願いしたのは高木さんが初めてで嬉しいね <laughs> やった！ちょっとスタッフの方たちが味をしめているからどうですか？もう絶対大好評だと思いますよ。唯一できたのねいやもう今のところ唯一ですね。初めてです。キューバにしてやっとの。はいということで、ええた今キューバのアフレコを置いてばかりというところなんですけれども、何ですかこれね。はい皆さんよろしくご覧いただいたい。ヤンキーアニメですか？いやいやいや。あれ 今まで、これ新鮮なアニメ撮ってませんでしたっけ?。<laughs> あれヤンキーアニメ撮ってましたっけ?。あれ、<え>ぶっこんでますしね。<え>ええ、ぶっこんでますか。そう、ねね、そう、それも聞きたかったんですけど、ええ、やっぱそのストーリー的には幕末というか、ええ、明治維新の時代じゃないですか。うんうん でもぶっこんでるじゃないですか。面白いよねこのアニメね。なんかこうストーリーというか、作風見た時ってなんかどういう感じをこう自分の中でありました？ええなんだろう。なんかさ、やっぱなんか基本ヒューマンドラマじゃないこれ。そうですね。だからさ、なんかいっぱいいろんな種類のアニメあるけど、ちょっとね、さっきね、やしろくともちょっと話してたんだけど、なんか興味あんまりないアニメ、完全オリジナルの、うん。でなんかこう。 なんていうの、えー、とちょっと宇宙物行ったりとかさ天性物行ったりとかさ、はい、いろんなアニメっていろんな可能性があるから面白いんだけどはい、はい、その中でもなんかこう、まあ、江戸時代ではあるけど、はい、普通のな実生活を送ってる人たちの中にあるなんか僕らの,のお話、はいうん、それぞれの人間にみんなバックボーンがあって、うん、それの絡み合いみたいな。はい そういうところのアニメってなかなかちょっと最近なかったんで、うん、そういうやりがいがあるよね確かに実際ドラマが史実にそうそうそう<も>その関係性もあるしねでもそんな中でギャタロウという役本当になんかこのメンバーの中でもムードメーカーというかああじすそうですねギャタロウ第一印象とかどんな感じでしたか <laughs> まあ僕がキャスティングされるぐらいですからね <laughs> なんかいや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  <laughs> いやでもその部分そのいい加減って思われていても、うん、ちゃんとこうなの部下というか仲間を大事にしてるっていうシーンの時のあのギャタローのかっこよさとかがやっぱりすごくこうギャップとしてお芝居としてされてるなっていう部分を僕たち後輩はすごい感じております。うんうんうん、あ、そうですか、はい、みきさんもそうなんもなけどやっぱあの 今回の,そのキ,ャスキャラクターたちってすごい命っていうものをとても大事にする<ー>、まあ、ちょっと朔也君は、まあ、をとりあえず置いといて<ー>じゃないですかっていう部分をすごくやっぱ美キさんも,も意識されていたようで<ー>そういう部分ってやっぱりこうイメージというか意識されなんかお芝居の中でこういうことなんとなく意識してるなみたいなことってありますか、まあ、あのギャタロウやってる上ではやっぱなんかちょっと人情深いところはあるんだろうなみたいな、はいんはい、なんかやってることはもうみんなとが人だからね。はい ねえだかからなんか悪いことはしてたんだろうけど、はい、でもそんな中ですごく面倒くさがり屋で、はい、一匹狼っぽく見えてんなんかやっぱり人情があるから、はい、う仲間になってみるとみんなと一緒に力を合わせて何かやってるってことにやっぱりやりがいを感じてくるようなそんなギャ太郎の気持ちでは演じてますけどね。うーいや本当にででこののブースの中で 一緒にお芝居させていただくとすごくやっぱお話しかけてくださるしさ本当になんか温かいというかあら嬉しい空気を作ってくだされそんなことないですよ皆さんに引っ張られてますよ僕はあ,ありがとうございますも,もう元ちゃんのね元気良さとマイク壊れるんじゃないかっていう <laughs> でも今回、実際にあった歴史ものっていうところだと思うんですけど、うん、その歴史上の物語実際にあった人物たち、まあ、彼らは偽物ではありますけど、うん、そういう実際にあったものを演じるときになんかこういうことを心がけようとか,なんか今回、に意識したりとかすること。うとは、はい 調べたりととかな、はい、なんとなくするけどでも基本はもうドラマのセリフの,いなんていうのキャッチボールっていうか、はい、人間同士のやり合いなので、はい、あんまり江戸時代はバックだけどもあんまり考えてはないよね芝居しな対人間みたいな感じではいつもそうやって芝居しちゃってるけどね。 タローというと一緒にペアとして動いているのはボー,ね,ボーね、うん、うどうですかこういや、ボー可愛いよね。落 <laughs> <laughs> 合君がまた可愛いのよ。グループでやっぱそうやって僕たちと分けて撮ることが多かったときに、そ,うだきのその福祉とこうか絡むことが多いじゃないですか。うんうん、もうお外であまたアドリブがアドリブの応酬が <laughs> あーもう大変だ。これは <laughs> 実はその例えば、ギャギャーンとかも、あれももともとこう高木さんがこうやってみたりとかして。まあ、そうですね、監督からもうちょっと言われたりとかして、うんはい、まあ、それぞれね、こうキャラクターの個性みたいなのはね、はい。まあ、出す一つのアイテムで、ギャーギャーみたいな、いうのはね、使わせてもらってますけどね。本当今でも、こう印象に残ってるんですけど、うん、あの、何話か前に、某が。 ううんこっていう話をした時の <laughs> あ,そうあの,、うん、あの実はその時の,あの収録って高木さんと福士んは別だったんですよ。でっっ先に撮ったのが高木さんだったのに<う>あの棒がうんこっていうのをあこう。 あえて見越してアドリブでその後うんかっていうアドリブを高木さんに残してたんで覚えてます。マジで？残して残して残して全然覚えてない本当。だからそれをあの落合さんとかとあのうちのブースで聞いてた時にあもう入ってるって言っててもうもうある芝居受け想像アドリブやばいこれがこれがプロだいや多分落合君と何か通じ合っていたんじゃない俺は。 すごいいやこれだなって想像して芝居をするってそれこそ言ってらっしゃるその場その場で考えていらっしゃるってすげえと思っていやだからほんとこれみんなでやりたいよねそうですね本当にご時世落ち着いてみんなで撮れればねこれ今収録のあとでねこれトークやってるけどさだって久しぶりじゃない 前はややっったけどどんんななててねほと一緒にやってないもんね,<の>ねほぼ初めましてというかなかなかご一緒することできないねえチーム分けでアフレコやってるから、ね、だからもう福士君とかばっかりだから、はい、僕は一緒にやって、はい、だからもう今日はちょっと新鮮でしたよ。あら あ、これみんなでやりたいと思ったああ、嬉しいいつかなんかねまあそれこそちょっとみんなでだからもうぜひねイベントなどやっていただきみんなで朗読とかやりたいですでもとにかく全員うるさいですよ全員うるさいですよマイクを上げた俺はまず物理的にうるさいしキャラクターがみんなうるさいしイベントではちょっと頑張りますけどできるだけマイクの原因はちょっと昨夜は上げていただきたいです なんかこうそれこそちょっと話をこう9話に戻そうと思うんですけどなんかこう今までやってきた中でギャタロウで印象に残ってるシーンとかなんかここうういうことってあります印象に残ってるシーンな,やなんとなくなちょっと留吉がいるからね僕には。留吉から情報をもらったりだとか、はい、ああいう子供相手まあ坊もそうだけど、はい、子供と一緒にいるなんていうのは。 まあ一つの特色なんだろうな、やたろうのカラーとして。なんかあのシーンってすごくこうやたろうの本来の優しさというか、なんか今までこうあっけらかんおっちゃけてっていう感じだったけど、実は誰よりも人情思いだったみたいな。でもね、それでとその止め口がね、もうお前なんか金目のものだったらよおめって言ってたら、ちゃんとこれはねその人元戻して。おおそう、俺もそう思ってたなってね。子供に教えられたりとかしてるよね。 またなんかあのギャップが可愛いいとううそだよねああいうところなんだろうな俺たちはみたいなだからボとかにもすごい引かれるのかなっていうまあそうねだから2人はもう朔夜とさ一番星はそれぞれバックボーンがちょっとねなんだろう暗いと重めないろいろとほらもうハードなお話だからねそっちの方はすごく俺も興味を持ちながらちょっとボと遊んでますよ今は。 9は終わって10、11、12でどんどんどん,どんこう物語が佳境に入っていってそれこそ日本史的にも黒船が来てなんだりしてってなってくるじゃないですか、うんうん、そうなった時にこうちょっとねあのこうひょうひょうとしてた彼らがどういうふうになっていくのこの時点でももうそれこそさっきおっしゃってたキャラクターたちが変化してるじゃないですかって、うんね、なった時にちょっとどういうふうなクライマックスになっていくか。 楽しみだなと思います、ね、だからとかびとであった僕たちの成長物語でもあるんでしょうねきっとねうどういうふうに一番星がね、はい、まあ大人になっていくかっていうかねいろんなこう人との絡み合いで、はい、昨夜は昨夜で、はい、ね桂小五郎と あきらはどうなるんでしょう。ちょっとみんなみんな今日もその話で持ちきりだったところありました。あいつらいいよな。あいつらは二人はとなんだろうみたいな。かすごくこの先がすごくどうなるんだろうどうなるんだろうって思うドラマでね僕は楽しんでます。今はいまたあの楽しみなえがいっぱい出てきますので今後もね楽しみに。 お付き合いいただけたらと思いますはいということで残念ながらそろそろお時間になってしまいましたもうそうなんですよもうあっという間にいいんじゃないのまだ喋っててあともう一時間くらいやりますか現時点で歴代最長なんですねのすごい濃い内容だったのであのちゃんとタイム計測をしてくださってるんですけど二桁になったの初めてあらそうなのもありがたい限りすどれぐらい伸ばせるかやってみるから もう今やりますか。全どれぐらいだ。首振ってるよ。なんか横に。台湾も後ろで。多分話せることすごいたくさんあるんですけど。もうやめてくれ。またねそれこそイベントだったり別の機会で。いや本当ね。たくさんしたいなね見てるねあのお客さんとも一緒に会いたいよね。共有をこの作品はぜひしたいな。したいね。思いますね。楽しということでぜひですね最後に高木さんから視聴者の皆さんに。 いいたただけらと思ううんでですがよろしもう全部喋っちゃったからな今まあとにかくこのね偽新選組がメンバーがそうこの江戸時代を背景にねあのぶっちぎるそのなんだろうアクションをねアクションドラマというかみんなに楽しんでもらいたいしまあなとだろうなこのスペシャルダイナミック スペクタクル、スプラッシュレインボー、痛快アクション。えファンタジーアニメで。まだ伸ばそうと。<laughs> 一応目さそうとしますかでも穴がち間違ってないんだよなちゃんと全部立ち上げてはいるんだよな全部盛り込んではいるからなぜひ皆さんに楽しんでもらいたいですねはい。ありがとうございますこの先お楽しみにはい。ということで今回はここまでですお相手は一番星役の佐藤玄と昨夜役の時春一とギャタロウ役の高木渡でしたそれではみんなでせーの 次回も次回もお楽しみに <laughs> 大丈夫ですいつもご覧 <laughs> いた <laughs> ありがとうございましたじゃあね。